ます。好打順の9回の表、今日はここまで2本のヒットを放っています。セカンドが追いつきました。先頭バッター荻野貴司、セカンドゴロでワンアウトです。当たっている荻野を押し取りました。先ほどは高部非常にこう粘った打席でしたけれども、サードゴロに倒れて今日はまだヒットがありません。初球セーフティーバントの構えを見せました。なんとかね、高部もこれ工夫して塁に出ようというところでしょうか。まあね、そうですけれどもね。ショートがこの位置で取って一塁どうか、アウトにしました。さあ当たっている一塁マンを打ち取りました。ソンチャーホー、ツーアウトランナーなしで3番の中村です。今日は中村はヒットこそまだありませんけれども、フォアボール2つ選んでいます。チャーホーの方も今日はビハインドでマウンドに上がってこれ 1,2 番打ち取りましたんで、はい、中村も抑えて3人で終えてこの後9回の攻撃を待ちたいところです。はい、攻撃にね、いい流れを持っていくためにここ三者凡退ってほしいですよね。そうですね、あんまりこうイーグルサイドからしてみるとこう野手守ってる時間を少なくして、はい、9回の裏攻撃に入っていきたいところです。ここまではね、非常にいいテンポできてますんでね。はい、当たっている 1,2 番を打ち取りましたソンチャーホー。低め外れてボール、スリーボールはストライクです。中村の方もこの打席はこうじっくりとこう見極めてといいますか、ボール球には手を出しません。今日はフォアボール2つ選んでいます。変化球でストライクを取りました。さあこれでフルカウントです。さあここソンチャーホー大事な場面です。3人で終われるかどうか。3番の中村に対してフルカウントになりました。見逃し三振、最後の球は非常に角度がありました。はい、